いい感じだな。安全運転で頼むぜ。Don't think you're special。さあ、やりなさい。全力でかまって。この調子また成長しちゃった。吸収が早いのよね。よし。出発するか。Get out of my town。準備はできてるぜ。全力でかまって。この調子で勝てるでしょ。また強くなっちまった。だな。戦闘準備完了。私の出番ね。やんのべ。よし。You want some of this? 参ります。はーい、みんな、おいでおいで。さあ、取ってこい。What's going on?よしよし、いい子だね。ぶちかまっ。受けてみな。うん、お、よし。いつでもいい。カモン、Bring it。すごい。何？来ないの？よし、もらった。派手に行こうや。調子が出てきたな。You won't like this. You scared? Yes. Hey. 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 Hey.上昇上昇。俺もまだ若いね。安全運転で行こう。You'll regret this。準備はできてるぜ。私の出番ね。もらった。こんなのはどうだ。任せといて。これどうぞ。
hell's up with my eye? 調子がいいぜ。オーネン。ノーダー。ぶちかま。俺もやれるぜ。ご苦労さん。ここまで勘弁してやるよ。安全運転。
待てよ。おめえらが募金詐欺の元締めだろ。あの子はもう抜けさせてやれ。もうこれ以上まだやるってんだら容赦しねえ。また詐欺やってるの見かけたら何度でもてめえらを潰しに来るぜ。わかりました。もうしません。勘弁してください。無事か、キアナちゃん。はい、助けていただいてありがとうございます。礼ならこいつに言ってやりな。体張って必死にあんたを守ろうとしたんだ。ありがとうございました、沢井さん。私なんかのために。キアナさん、無事でよかった。あの、沢井さん、今まで騙していてごめんなさい。実は寄付なんて全部嘘だったんです。私、小さい頃に親が借金を残していなくなってしまって、困り果ててた頃にあの人たちと出会ったんです。人助けをしながらお金も稼げる仕事があるって聞いて飛びついてしまって。バカですよね、そんな仕事あるわけないのに。蓋を開けてみたら観光客から寄付を募る詐欺でした。引き返すこともできず嘘の寄付を募る毎日。どれだけお金を集めても私の取り分は利子を返せる程度でした。最初は心が苦しかったはずなのに、だんだん何も感じなくなっていった。幸せのない真っ暗な毎日に慣れていったんです。それからたくさんの人を騙しました。あなたも。でもそんな最低な私に優しくしてくれた人が一人だけいたんです。その人はこんな私に毎日優しい言葉をかけてくれて、雨が降ったら傘までくれて、自分は濡れながら走っていくような人。あなたです、沢井さん。キアナさん。私は優しくされる資格のない最低の人間です。だから優しくしてもらったのは本当に久しぶりのことで、本当に嬉しかった。でもそれよりも本当に苦しかった。苦しい？こんなに優しくて素敵な人を騙していること、騙されていることはきっと分かっているのに、それでも自分に笑ってくれる人を裏切り続けること。あなたが優しくしてくれるたびに罪悪感のナイフが私を切りつけるんです。本当はあなたの笑顔を見て
素直に笑い返せるような自分になりたい。でもなれない。後ろめたくて辛くて、これ以上自分もあなたも傷つけたくなくて、あなたから逃げたんです。でもその結果こんな危険なことに巻き込んでしまった。本当にごめんなさい。泣かないでください、キアナさん。僕はそんなあなたの顔が見たくてここに来たんじゃないんです。それに僕はあなたに傷つけられてもいない。僕はむしろあなたに感謝しているんです。どうして？私はあなたを騙してひどいことを。詐欺目的だったのかもしれないけど、あなたは僕に優しくしてくれたじゃないですか。僕も日本で仕事がうまくいかなくて、ずっとバカにされてコケにされて、優しくされたことなんて最近全然なかった。こんな役立たずな僕はもう生きてる意味なんてないんじゃないか。毎日そう思っていました。そんな現実が嫌で僕はハワイに逃げてきたんです。そんな時、春日さんやあなたが僕に優しくしてくれた。ホテルが分からなくて途方に暮れている僕に寄り添って助けてくれた。こんな僕のために誰かが優しくしてくれる。二人ともそれだけって思ってるでしょうけど、それだけのことでどれだけ心が救われたことか。サワイ、詐欺はもちろんいけないことです。でも僕はそれでもあなたに優しくしてもらえて本当に嬉しかった。ありがとう、キアナさん。だから僕のことなんかで苦しまないで、いつもの素敵な笑顔を見せてください。サワイさん、いろいろありがとうございました、春日さん。ありがとうございました。気にすんない。それより二人はこれからどうするんだ？私はまずは自分の犯した罪をしっかりと償おうと思います。後ろめたさのない胸を張れる状態でしっかりと沢井さんに向き合いたいですから。そうか。罪を償い終えたらもう後ろ暗い生き方はやめて、ちゃんとお金を稼いで借金を返していこうと思います。僕と二人でね。はい。おいおい、もう熱々かよ。勘弁してくれよな。すみません。でも僕本気です。キアナさんと一緒に生きていきたいと思っています。一緒に働いて借金を返して、ここで素朴でもいい、穏やかに優しいままで二人でずっと暮らしていけたらなってちょっと急な話ですけど、心からそう思っています。おかしいですかね。いや、いいんじゃねえか。人の恋路をとやかく言うような趣味はねえし、応援するぜ。何より最初に会った時は死にそうな顔をしていたおめえが今は生き生きしてる。それが答えかもしれねえな。キアナだけじゃねえ、おめえも笑顔の方がいいよ。笑顔が一番成果って言うだろう。知らねえか。それは全然知らないですけど。とにかく春日さんには本当にお世話になりました。これはお礼です。本当にありがとうございました。それでは。おう、お幸せに。頑張れよ。お、困った、困ったの。どうしましたか？僕たちにできることがあれば。 ありがとう。
実はビーチサイドとかなんとかいうホテルに行きたいんじゃが。もしかしてホテルシーサイドじゃないですか？私たちの思い出のホテルなんです。案内しますよ。おお、そこじゃ。どうもありがとう。優しいカップルさんだね。誰かに優しくしてほしかった優しいやつらか。境遇は違えど二人は似ているのかもしれねえな。いつまでも優しいおめえらのままでいてくれよ。心も体もバッチグーよ。How's it, my man? Hey, where you headed? Roger that. We'll be there in a hot minute. You're kicking me out! Come on, come on!
何？来ない。黙らせてやる。よし。いいね。行け。うめえな。うめえ。悪くない。行け。いいね。まあいいな。いい感じだな。お。ほう。なあ。わかった。
突破しに行くか。